札幌の住宅街を走る1台の警察車両。今日はどういった作業ですか？今日は放置犯金の滞納しているものをですね、車を見つけましたので、それを差し押さえに来ました。ある施設の駐車場に停められた1台の軽乗用車。この持ち主が駐車違反53件、合わせて80万円近くの違反金を滞納していました。9時14分、国税徴収法に基づいて差し押さえ、はい、警察官が車内に財産になるものがないか捜索した後、持ってきた車輪止めでタイヤをロックし、車そのものを差し押さえました。差し押さえの執行から30分足らずで押収した車がレッカーされていきます。車ですとか、それこそ家財道具、ゲーム、そういったものですね。特に縛りはありません。次に向かったのは一軒のアパート。ドアをノックして中の様子を伺います。呼び鈴も鳴らしますが、人のいる気配はありません。そしてじゃあ国税徴収法の規定について10時28分捜索開始。鍵を開けて中に入り、強制的に捜索を始めます。失礼します。失礼します。さんいないですか？入りますよ、北海道警察です。この部屋に住む40代の女性は、おととし5月以降、駐車違反の反則金などおよそ1万9000円を滞納。再三の催促にも応じなかったため、財産の差し押さえに踏み切ったのです。捜索開始から間もなく、あ、いました。だ、来た理由わかります？駐車違反の放置違反金って滞納あって、でずっと支払い の予告状とか出してたんですけど、支払いなかったんで、今日差し押さえの手続きに来てますから。イルスを使っていたのか、女性はうろたえた様子で支払いの意思を示しました。しかしすぐに全額は払えないとして、手元にあった現金5726円とタブレット端末1点が押収されました。札幌市内の繁華街、駐車禁止の標識があってもお構いなし。駐車違反の車が並んでいました。さらに摘発されても違反金を滞納する悪質な違反者が後を絶ちません。道警本部の駐車対策センターです。道内での違反金の滞納額は5300万円に上り、滞納者に対する財産の差し押さえを強化しています。差し押さえた物品はインターネットのオークションに出品し、違反金の支払いに充てています。パソコンやゲーム機、それにブランド品など多岐にわたります。正直者がバカを見ないように、そういった気持ちをですね、まず第一番に考えて業務に当たっております。この日、黒川さんが向かったのは札幌市清田区に住む30代の男性宅です。書類とか届いてんのを見てる。届いてんだけど、俺が乗ってるんじゃないから。男性の言い分は、自分は車を貸しただけで、実際に駐車違反を犯したのは別人だというのです。しかし滞納した場合、最終的には車の持ち主が責任を取らなければなりません。結局男性はその場でおよそ2万円を全額支払いました。まだまだこの駐車違反の放置違反金のこの制度というものをですね、詳しく認識されてない方は多々いらっしゃいます。警察が差し押さえできるのは目に見えるものだけではありません。今日も財産の差し押さえが行われるということですが、尋ねるのは滞納者本人のもとではないようです。やってきたのは札幌市内のとある会社の社長宅。一応僕の会社から仕事を委託して、はい、働いていただいている方になりますね。下請けってことでいいんですかね？はい、間違いないです、ね、なるほど。今回違反金を滞納したのは個人事業主の男性です。
督促をしても支払いがなかったため、警察は男性と取引のある会社の元へ出向き、男性が会社に報酬を請求できる権利、債権を差し押さえることにしたのです。これで続き終わりになりますので、はい、ご協力ありがとうございます。どうもありがとうございます。書類に印鑑を押し、10分ほどで全ての手続きが終わりました。調査を徹底いたしまして、道内はもとよりですね、場合によっては道外まで行きまして差し押さえ等も実施しております。放置違反金というものが大多数の方が自主的に納付していただいておりまして、ただこのごく一部の人に関しましては絶対に逃げ得を許さない。一向になくならない違反金の滞納者、道警はあらゆる手段を使って財産の差し押さえを徹底する方針です。